NEC 内目編の FW 小川幸喜が1試合にゴールの大活躍を見せた。今回、横浜 FC から買取オプション付きの期限付き移籍で l d b g の NEC 内目編に加入した小川。開幕節から5試合連続で先発出場し、開幕節と第2節では2戦連続ゴールをマークしたものの、第6節からは全試合でベンチスタートとなっていた。動画、小川幸喜が2ゴール。 滑りながらの先制点と土壇場の劇的ヘディング弾第10節の AZ 戦で試合中に意識を失い倒れ、心筋炎と診断され離脱が決まった元オランダ代表 FW バスドストをかく NEC 内目編は5日、エールリビ,ビジ第11節でフォレンダムをホームに迎えると、小川はおよそ1ヶ月半ぶりに先発出場を果たした。すると開始6分、フォレンダムの日本生まれで日本とドイツのハーフの GK ミオバックハウス。 長谷を、のパスをカットした FW エライス・タッフさんが小川にスルーパス。相手 DF が触って流れたボールに対し、小川が滑り込むような形でシュートを放ち、見事な先制点を奪った。その後、1、2と逆転を許した NEC 内目メヘンだったが、後半アディショナルタイムにドラマが待っていた。91分に FW マグナス・マットソンの PK で試合を振り出しに戻すも、 96分に再び逆転を許してしまう。このままタイムアップかと思われた98分、先制点を奪った小川が再び見せた。右からのコーナーキックに対し、ボックス内でフリーになった小川がヘディングシュート。しっかり捉えたシュートはゴールキーパーの手をかすめるようにゴール右へと吸い込まれた。試合はそのまま3-3でタイムアップを迎えている。なお、 NEC 内目編のファンウェルメスケル健疎と佐野広大はベンチ入りしたものの出場機会はなかった。